年はサファリラリーだ。ヨーロッパからアフリカ大陸へ舞台は移り、4月4日から8日にかけて熱い戦いが行われた。驚くべきことにこの大会、29台ものワークスマシンがエントリー、人気の高さを表した。この大会はまた、プジョー、アウディの四輪駆動車と、トヨタ、日産、ランチやオペルといった強力な二輪駆動車が互角の勝負を見せた一戦でもあった。しかし、ラリーが進むうちに、アウディ、プジョーは次第にトラブルに見舞われ始める。序盤リードしたランチアもリタイア。ワルデガールドのセリカの2年連続サファリ制覇の可能性が出てきたところで、オルタネータートラブル発生。オペル・アストナ400に乗るベーバーと、トヨタセリカのカンクデンのサファリ初挑戦組がトップを争うことになった。中盤の激しいトップ争いの末、優勝はカンクネンのものとなった。2位にワルデガールドが入り、トヨタはワンツーフィニッシュを決めた。3位は